ゼルの時間です。若藤です。西です。柳本です。庄司です。本日はね、庄司さんと柳本さんにお越しいただいております。はい、ありがとうございます。ビーバップハイスクールの劇場版の映画、木内さんの音になられた、それの時の当然広志役のね、庄司さん、はい、キクリンですよ。キクリンですよ皆さん。でサングラス帽子、そうだ、ね、今日はね撮っていただいて出演していただいております。怪我もすっごいされて、何針縫われたんですか。この前出た時でも50針って言ったけど、でと全部数えてるんじゃないですか。数えたんですか。80ぐらいってますね。ビーバップハイスクールの撮影で80針を縫っとるんですよ。もうやばいっすよ。でそれ保険かかってたんですね。保険かかってね、いやもう怪我してもいいやと思って ね言ったら2万円ですよ。2万円、200ぐらいいってんのかと思ったら2万ですよ。2万。キクリンの、はい、まあ役のまあ劇場版、アクションシーンないですね。あんまりないんですね。そうなんですよ。キクリンってあんまりやらなくて、でも唯一庄司さん、広志を蹴った、庄司鉄を蹴り入れるというね、あの一蹴りですけど、唯一のアクションはそれでしたね。それは台本になかったでしょ。あん時も木内さんが本当に蹴って言ってたんだよね。で、そうそうそう、プロテクターはあったのあるわけないじゃんみたいな。とんがり靴ですよ、ね、先端ですよ、溝落ちですよ。とんがり靴の先端で蹴り倒して蹴った。そうよね、俺弱ってる俺をいきなし蹴るっていうね。そうまいんですよ、やっぱ格闘技やってたから。少林寺だっけ。少林寺ですよね。そうそうそう、あのパグの役の方も少林寺やっとられたし、そうそうそう、当然庄司さんもやっとられたし、はい、西さんのエピソードも逆に今度質問させてください、いいですか。私突然ぶりです。逆質問ですか。逆質問、覚悟せよって言ってだっ来るね来るね。じゃあやりっこしましょうか、はい、質問やりっこ、質問やりっこも、まあ、だってまあ同じビーバップハイスクールですけど、まあ、我々のと、まあ、絡みはないわけですからね。じゃああるあるかかってこいや、かかってこいや。こんな今時やったら大変なことじゃねえのっていうシーンが数々ありますよね。ありますね。例えばあの電車からの飛び降りシーン、あれでも電車のガラスが割ってんじゃないですか。割ってますね。あれ本当で割ってんですか。それは雨ですか。私はその作品は出てませんけど、うんうん、まあ、実際に出られた時君の話聞いたら、うん、雨ガラスを用意してるとこと、うん、本当のガラスなんだけど、うん、興奮してて本当のガラス割ってったり、だから電車は貸し切りでもちろんあれしてますけど、飛び降りるとか割るとかってそんな許可取ってなかったみたいですよ。でもあれだって通過目で中と外で構えてて、そう構えて一発取りして、もう一発しか効かないでしょ。タイミングずれたらやばいでしょ、ね、まあ、あれだからそういう高瀬さんのところの方たちが本気で飛んどられて、うん、すごいなって皆さん思うけど、実はあれ飛んどるところの、まあ、川なんですけど、あれすっげえ浅いんですよ。で満潮の時にリハで見に行ったら、まあ胸ぐらいとか首ぐらいあるけど、本番あれ腰くらいしかないんですよ。でそれをあれ飛んでって落ちるから、あれ相当高さあるじゃないですか。相当あります。だって陸橋ですから、うん、近くに自転車が捨ててあったりして、だからその水の中のチェックしないじゃないですか。ビーバップハイスクールっていうのはほぼほぼゲリラでやるんで、そんなね入念なチェックしません。すいません。だって日本の映画で後にも先にも電車のガラス割って飛び降りてるのはあっこしかないんじゃないですか。ああそうかもしれない。狂気地見てるっていうか、石のシーンはやっぱり強烈な石はあのスナックの包丁やろね、包丁やろ、あれ包丁、包丁さばきめちゃうまいじゃないですか。そうなんですよ、板前なんですよ、本当なんですよ。本当ですか。あっ、うん、本当なんですよ。じゃあ包丁使い慣れてるわと思って、だから本当に包丁はもともとだから板前でスカウトされて後にビーバップ出るっていうので、うーん、ね、今まで何人ぐらいさばいたんですか。人数って一つじゃなくて、匹にしてもらって、何匹にしてもらって、そこっぽいやろな、モグサっていうスナックのセットで、赤のバーテンダーと西の職場っていうシーンなんですけど、監督のが初めてよ、いや西君って言って、今日のシーンは君が主役なんだよから始まり、これから君はな、人を殺した時の目があるだろう、分かるだろうって、分かるかバカみたいな話で、で、あの感じなんです。すげえ分かる。ご存知のように、その顎は西はほとんど喋らないんですよ。柴田だけが喋るんですよ。徹と柴田しか喋ってないよ、うん、けどほぼ全面に画面に出てるんですね、うん、だから不気味な存在感をつけるために監督が私に演技指導をしてくれて、うん、で特にあの包丁でピシッとこうやるシーンっていうのは、あれ漫画であのシーンがあった、あれそう漫画と同じだったんですけど、あれ偶然で一発テイク OK だったんですよ。あの柴田君がカウンターから飛んでパンパンパンって蹴るシーンとか、よくね三段蹴り、あれ手で手に靴履いて手でやってるんですけど、
あ、そうなんですか。そうです。素人なんですよ、我々は。うん、だって、プロの役者でも誰でもない。特にビーバップハイスクールオーディション組なんですね。うん、だから、芝居をせいとかいうのは、所詮無理な注文ということを分かってたと思うんですよ。うんうん、その子の持ってる個性を出させたっていうことにかけては、私は当時は日本一だと思うんですね。そうですね。なんでビーバップハイスクールが良かったかっていうのは、もう客観的に今思うのは、もともと仁義なき戦い大好きですよね。仁義なき戦いっていうのは、主演は菅原文太さんなんですけど、まあ横に脇屋の松方さんとかだけど、大部屋の人たちって全部川谷拓三さんとかっていうのは出られてますけど、主役を食ってやろうと思って来るんですよ。だから存在感がすごいんですね。脇役とか一発で殴られる人とかでも命かけてくるじゃないですか。ビーバップハイスクールは我々はやっぱり徹君と浩次郎君を食ったろうと思ってやってましたね。それは絶対負けるかっていうのは全員思ってましたね。でもやってる時は真剣にもうそれにどんどんのめり込んでいく。手抜きは絶対しなかったですね。っていうのは何度も言いますけど、素人の分際でビーパップハイスクールに出させていただいてる感触は常にあったから、うんうんうん、素人の私ができることは上手い下手じゃないと思ってた、うん、一生懸命やと思ってたんですよ。あ、下手でも一生懸命やるっていう言い訳、うん、あるじゃないですか、うん、あいつ一生懸命やってるっていう、それが許されると思って若かったからやったのがかえってよかったんで、うん、全力じゃ全力で全部やってますよ、ね、ああそれすげえわかるな。でも監督に全力でやることが恩返し。でビーバップの 初代でやっぱり西さんがやっぱ一番あれじゃないですか、もう印象に残ってるキャラじゃないですかね。それはもういや本当にも嬉しいですね、うん、まあ、監督のおかげと。よく柴田君が歯を抜いたとか言われますけど、あれは入れ歯でね、うん、やってる。でも彼ね、俺ね最終オーディションの時に柴田君と並んで、うん、2人で並んでくれって言われて、まあもういよいよ絵面ですよね、うん、絵面の段階の時に質問されたの、最後に柴田君に「君は歯抜けるかね?」って言うたら普通「歯ですか?え?でも」とか言うんだから、彼即答で「歯大丈夫ですよ」って言ったんですよ、うん、だから俺横で初めて柴田君って「こいつ何言うの?」みたいな「よし分かった」って監督は歯抜こうと思ってたけど、後にはまあみんなに「やめときな」と歯抜く。本当に抜こうと思ってんですか。本に「歯抜きます」って言ったんですよ、躊躇せず。前歯はそれで歯ぐらい抜いても構わんかなみたいな。保険金かけてやるからって。保険金かけてやるからそれは庄司さんと違うけど、監督の注文ってあるじゃないですか。例えば西が2階から飛び降りをするシーンとかでも、うん、まあさっきの立教から飛び降るシーンっていうのはあるんだけど、うん、やれるかって言われたらできませんって言えない時代じゃないですか、若いから。何、うん、だお前ビビってんのかとか。だからやっぱり「はい」って言っちゃうんですよね。だから歯抜けるから「はい」とか、飛び降れるから「はい」みたいな。皆さん真似しないでくださいよ、それは。だけど俺らの時よりも多分西さんの時の方が普通だったらもうみんな病院送りだわっていうのはいっぱいあると思いますよ。いやもちろん怪我もしたし、足の骨折っとるメンバーもいるし、うん、多いですよそれは。ただ僕らの時はね、先ほど庄司さんとちょっと全プロテクター入れてましたよ。あ、いや、だから顔以外全部当ててましたけど、うん、全プロテクター入れてて、うん、ちょっと私は未だに申し訳ないでこの場を借りて言うのは清水浩二郎君に謝りたいんですよ、うんうん、彼ちょっと私4作目の時に車椅子で足のギブスして、うん、そのギブスの足を西がゴルフクラブで殴るという、うん、いう脚本があったんです。あれ本当のゴルフクラブですか。あれはね、みんなね、ドライバーって言うから実は3番スプーンですドライバーだと重すぎるんで、ヘッド軽くしてくれってスプーンって、まあ3番ウッドに変えた、うん、で本当に殴ってんですよ、うん、で寸止めなんかできるわけないし、本当は足がこうあってギブスがあって、そのこっち側の土を叩けばいいけど、手前叩くとギブスが当たっちゃう、うん、それがうまくいかなかったんですね、うん、相当痛いみたいんです、あれは。ギブスの上から殴っても、うん、痛いと思います、ね、痛いと思います。でガンガン当てて、うん、もう本気で浩次郎君は怒りだし僕は清水浩次郎君とはダメなんで、同じ年なんですけど、うん、まあ、彼の方がキャリア上やけど、うん、彼の場合は車椅子につながれてて、足のギブスって全然立ちに立ち回りになってないから、うん、まあ、要は西の餌食ですわ、うん、で上から吊り落として落とす時に車椅子バーン倒れて、うん、で右側でつながれてるか受け身取れなくて、実は脱臼した後救急車で運ばれてるんですね、うん、だから、まあ、で彼はその後2、3日まあ撮影現場に戻れないぐらい大変な怪我されたんですけど、その時に清水浩次郎肩脱臼っ
って記事になって、うん、犯人にしてなかった犯人にし義務を殴っちゃったことに対しては謝りたかったというか、うん、で最終的にカメラマンの森さんという方がおられて森さんがおられてあまりにも斜面が急すぎてじっとしてるらしいんです滑るからお前じっとしろやって言って注意されて、うん、風は梅雨は体調悪いわ、うん、で頭来てもうカメラに向けてごちゃごちゃさすんなよって言ったのが OK になったし、あれはカメラマンに言ったんですそれだよそのシーンだよみたいなオチですよ。分かる乗せられました。だからやっぱ乗せるのが上手やった、照明さんも大事やし役者も大事、偉いじゃなくて一緒じゃないですか。そうそうそう、ね、だから、うん、でも言いたいことは言わせてもらう、もちろんでしょう、うん、それは私も未だに賛成ですね、はい、私も未だに言いたいことは言いますね、うん、まあそんな喧嘩腰では言わなくても、うん、丁寧なお言葉を使いまして、ね、カットって言って、はいじゃあそろそろ休憩入りまーって、はい、しめーしめーって言って何言ってんの、しめーご飯しめーって言う、逆に言いたかったんですよ、なんでもね、しめーとか、ね、もうバブルの頃の先生の飯って言えじゃん、シーメーとかで。西さんの時って、はい、そういうなんかスタッフに対してこう切れるやつとかって役者はいなかったんですか。そういうあのスタッフに切れる役者は比較的なかった記憶があります、私の周りは。逆に我々の時はあの役者同士の喧嘩が絶えなかったんで、スタッフが常に止めてましたね。あ、役者同士だから長い休憩は要注意という、絶対にやりだすんで、あんまり役好きじゃない方やったらもうついから来なくなったっていうのは日常3時ですよね。ただそのメインのつながりのあるやつはやっぱりそういうことはしませんけど、うん、常に軍団来るじゃないですか。でやっぱり軍団の喧嘩は多いですよ。でそれをもう5作くらいになったらスタッフも慣れてますから、はいビビビビビはいどこどこはいはいはいちょっと静かみたいな、もうあの喧嘩慣れしとるレフリーみたいな、それまでは大元やとかちょっと待ってとかどうしたんやとかってやるけど、もう始まる、はいオッケーはい山田さん、はいこうってはいよーいみたいな撮影やってると見に来るじゃないですか、うん、ですごい広瀬と通りに憧れて、うん、で来る暴走族連中も もういれば逆に邪魔しに来るやつもいるわけですよ。もうどっちかですよ、そう好きか嫌いかね、そう好きですってバーって来る時はもう、うん、ね、あの今から川合は本番やるからちょっとエンジン止めてとか、はい分かりましたってみんなおとなしく切るんだけど、うん、逆に邪魔しに来るやつは、うん、なおかしですね、本番よーいスタートカチンって言ってセリフ喋ってる、うん、でセリフ終わりぐらいになったらバーンって来る、それやられて3回ぐらいやられたのかな、うん、4回目で3回目ぐらいの時にトールに 次やったら俺もう孵化した瞬間俺行くからねって言ったら、トールも分かった俺も行くって行っちゃダメあなたとしては行っちゃダメ、じゃあ用意されてカジンでバーンって言った瞬間にそいつらに向かって走ったんですよ、うん、走った瞬間に向こうから人が来たなと思ったらスタッフが俺とトールをタップに止めて、でもそういうことはリバーバイスクールはあったということで、ありますねいっぱいね、さあ、はい、もうこういったね、裏話の話をね、まあ時空を超えて作品変えてでも、うん、これからもどんどんね、またお話もね、うん、聞きたいと思いますんで、でも本当こういうなんていうの、はい、あのね、もう時代がさ、もうこういうネットとかでさ、うん、そうね、簡単に繋がる時代だから、うん、ね、もう西さんになったら俺らからしたらスクリーンの銀幕のスターじゃないですか、ね、それの人の番組にね、こうやって一緒にやってるのね、こういうの、でもお二方も変わらないですよ、みんなから見たらやっぱり、まあ、しょうがないですけどね西君、西さんの番組ですかね、言われました、はい、じゃあまだまだこれからも出てもらえますか、はい、お二方もよろしくお願いします、はい、じゃあね、ぜひまた優先チャンネルお待ちしておりますんで、はい、本日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。Thank you.
ー。